ノーコメント。コメントしづらいなこれは。皆さんこんにちは、家系戦車ヨシです。本日も戦車道具紹介を行います。キャメラマンタクニキです。お願いします。お願いします。す今日はこちら、新商品の、ピカピカレインのね、ブランドが出てます、スリックリキッドというものを、使っていきたいと思います。なんか見たことあるような感じやね。そうですね。以前やりましたで発売されてましたスリックタッチの、はい液体版。ということらしいです、うんうんうんはい、なのでまあこちらの商品はですね最高級カルナバワックスのような新型リキッドスプレーコーティングですね、うん、でお手軽に強化水効果を得て滑らかな手触りに仕上げますと、うんはい、これの本当にリキッドバージョンっていう感じの書き方なので、うんまあ、比較でどれぐらい違うかっていうのを見ていきたいと思います。では新型スリックリキッド使っていきます。一応ね基本的にこのスリックタッチとリキッドはあのトップコートなのでガラスコーティングとか他のコーティングの上から使うものではあるんですけども、あの、うん、素のボディですね、浸水状態のボディに使っても、まあ問題はないということなので、うん浸水状態の普通のボディに使って今回はやっていきます。で使い方はすごい簡単で、まず洗車をする。で、よく振って、塗り込み用と、だからクロスが2枚必要です。塗り込み用と拭き取り用と、うんはい、塗り込み用のクロスに、2、3プッシュ取るかボディに2、3プッシュする。で塗り込んで空拭きをするっていう施工です、うんはい、なるほど。で商品の特徴はまあ圧倒的なスリック性能で感動の手触り、最高級カルナバックスのような、極厚皮膜とツヤ感ですね。この2点は、こちらのスリックタッチと同じような性能となってます、うん、で、このスリックリキッドの方は、転落角に注目をした抜群の防護性ということで、あの水の玉がこう転がる角度がすごい良いらしくて、うん、でそれと一緒にこう汚れを落としてくれるということで、それがちょっとタッチとの違いらしいです。でスプレーして拭きやるだけの簡単施工で、性能は基本的にそのままというふうに書かれています、うん、ね、液がどんな感じか見れると思うんでボディにかけたいと思います。おい、うん、白い液、白い液とか言うな。いやそうやん、これはどう見てもそう、なんかよろしくないんよ、どっからどう見てもそうやんでまず塗り込むと、霧吹きどうでした？安っぽい。おっと、出ました出ました、マジで安っぽい。家系戦車といえばこれ、すぐ言う、これ言っていいか分からへんけど、このここでオンオフするんですよ。これ100均でこれ見たことあるんですよ、この口のボトル。確か某100円ショップで僕は見ました。なんか変わるんかなと思ったんです。最初見た時にうわ100均の霧吹きやと思って、ちょっと変わるんかなと思って、この出方が特にこの出方変わらなかったんで、うん、綺麗には出ますけども、ちょっと鳥が軽いですし安っぽい感じはあります。まあ、中身にお金をかけてるんでしょう。そういうことですね、まあ、で塗り込んで空拭きいるんかなってぐらいの確かに感じですけど、ちょっと薄いんかな、まあ、一応でも手順としては空拭きをすると、ツヤが上がるんじゃない。ああなるほどね、これ塗り込むことでね、こうやって。でこれが一応ノーマル施工のやり方です。ノーマル施工、はい、でノーマル施工の場合は、スピードと膜圧はあの薄め、うん、低膜圧重視っていう感じです。で上級施工というやり方がありまして、もう一個上級の場合は、今みたいにこう塗り込んで5分間乾燥させる、うん、でその後に空拭きをすると。なるほど。そうすると高膜圧プラスツヤ重視の、施工方法になるっていうことらしいです。なるほど、はい、今回はノーマルでやらせてもらってます。で3ヶ月耐久で、30ml で約1台通車1台に使えるということらしいです。お値段は2980円です、ではスリックタッチ施工します、うん、こちらもクロスは2枚ご用意ください、うん、で、ノーマル施工の場合は濡れたクロスと乾いたクロスの2枚です。濡れたクロスで施工をして乾いたクロスで拭き取るです、うん、なので2枚ご用意ください。なるほど、はい、この商品は、最高級カルナバックスのような、手触りとツヤ感を実現した次世代型トップコートシーラント、説明文は基本的に一緒ですねあの新型リキッドスプレーコーティングっていうのが向こうには入ってて、あとお手軽に強撥水を得てっていうのが、新型のリキッドのには入ってて、こっちには入ってないっていうことです。で特徴も、さっき申し上げた通り圧倒的なスリック性能と感動の手触りと、最高級カルナバックスのような、極厚皮膜とツヤ感は2つ一緒です、うん、でそこにプラス、高撥水かつ撥水性滑る水ですね、で長期耐久、うんということらしいですけども、耐久性は3ヶ月で一緒です。
はい、ちょっとわからないです。はい、言うねで僕がこれ手に持ってるのが40ミリのちっちゃいやつで、うん、2980円になっていて、うん、180ミリの8800円という大きいサイズもあります。あ、でかすぎもうちょい間のサイズあったやろ。まあこれはあの10ミリでノーマル車1台、普通車1台っていうことらしいんでだからコスパ的にはリキッドの方が若干いい。まあまあスプレーですからね。2980円で比べると向こうは6台、約6台できて、こっちは4台、うん、その指標ではね、メーカーが出している指標では4台と6台でちょっと違いがあるので、まあリキッドの方が若干コスパがいいのかなっていう感じがします、うん、で施工はこうやって液じゃないや、何これ、固形物、固形物を取っ、濡れたクロスで取ってで塗り込んでいくですね。で乾いたクロスで拭き上げると。でこちらにも上級施工というやり方がありまして、上級施工の場合はあの乾式で行うらしいです、うん、今回は湿式で行っています。だから濡れたボディにも施工可能です。この会社ほんま好きよな、上級施工とか、うん、でもあの新型の方には上級施工がパッケージには書いてなかったんよ。スリックタッチの方には上級施工の方法みたいなのが後ろに書いてて、リキッドの方にはネットで調べたら上級施工のやり方が書いてたんですけど、あのパッケージには上級施工のやり方が書いていなかったです。あ、で成分ですね、成分の方今じゃあちょっとここでスクリーンショットみたいなの載せさせてもらうんですけども、基本的には一緒です。リキッドの方にはイオン交換水っていうものが入ってて、まあもちろん水なので、うん、はいですね。でタッチの方にはエチレリングリコール、ちょっとこれは初めて聞きましたけども、シリコン樹脂というものは統一で入っていて、そこの2つだけがまた違います。まあ、他にももっと入ってるはずなんですけど、とりあえず記載はこれしかないのでなんでわかんねんいやそりゃ入ってるやろそんな2つでさ、なんでわかんねんそんな2つでできるわけないやん2つかもしれんや、はい。まあ、こうやってしっかり塗り込んで空拭きをしてということなので、いいツヤですね。もうぶっちゃけ空拭きなくても綺麗に伸ばせたら、うん、いらん、うん、ほんまに空拭きいらんかなって感じ、綺麗に伸ばせんのやったら。でもまあ一応手順として空拭きがあるので軽く、うん、軽拭いときます。軽拭いときます。日本語が、ちょっと語学学校行こうかな。日本語、日本語語学学校に行こうかなあれバリムズいらしいいや学生の時あれ日本語検定とか受けさせられたやん。マジで5級とか4級とかなんかそれぐらいの判定やったし。無理やん、俺漢検4級ですよ、落ちてんのに改めてもう一回言うんですけども、これ基本的にトップコートなので、コーティングの上から両方ともね施工する製品となってますが、うん、今回は、ちゃんとそのメーカーの方にねお伺いをして、こういう素のボディに使ってもいいかということを伺ってますので、うん、はい。まあ、別に使ってもいいけども、まあ、耐久3ヶ月ですし、うん、あの普通のなんていうかな、簡易コーティング剤みたいな扱いになりますけどもっていうふうに、うん、説明いただいていますので、まあまあ単体のねツヤと撥水が見れるから、そう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 、うん、そういうことで、今回はスノボディにやってますので、どういう感じかっていうのをまた見ていきます。はい、ではちょっと乾燥させましたのでスリック製ですね、見ていきます、うん、じゃあリキッドの方から。はい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 、あ、撮ってもらっていいですかそう、シュールな感じにせず撮ってもらっていいですか。ほんまにシュール。はい、じゃあタッチ、あタッチの方がちょっといいんかな。あ、ほらだから止まるとこがある。うん、確かにちょっとこっちはやっぱりスプレーやからちょっとムラがあるんかな、うん、シュッシュッシュって言ったらこの辺は濃くてとか、ちょっとこの辺はあまり伸びきってなくてみたいな。こっちは逆に固形なんでこう塗り込んで、固形、まあ半固形ですけど、うん、塗り込んでできるっていうのでよりムラが少ないかな。うん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 、なるほど。タッチの方がいいんかやっぱり。え、リキッドの方がいいんか。あ、この線が入ってるから見にくいんか、ちょっと。ほい、こっちの方が。濃いって言ったよ。濃い。濃いって言った。濃いって言った。濃い。新型の方が濃いみたいです。僕ちょっとあの、あれどうやろ、色あの色弱というかね、あれなんで。あ、微妙。あ、ごめん、嘘かもしれん。すみません、嘘をつきました。え、一緒ぐらいです。ああ、まあまあでも一緒ぐらいでも間違いではないんですよね。あの基本的に性能とかは一緒ですっていう風にホームページ上では表記がありましたので、タッチを液体にしたものができたっていう。
認識でいいかなと思ってます、うん、僕らは、うん、はい、では撥水見ます。はい、ノーコメント。コメントしづらいなこれは。こっち薄いんかな、もっと塗った方がいいんかな。だからもうこっちの方が全然よく見えるしな。うん、そうだね。リキッド薄いんかな。いやどうやる、でも普通に結構かけてたやん。まあまあまあ、ボディにプッシュしてクロスにもやってたから、まあ、でもあれちゃう、その上級施工をやった方がいいかもしれないね。そうだね、何センチ四方に 2,3 プッシュとかはないんで、ボトルをよく振ってクロスかボディに 2,3 が吹きかけてムラにならないように塗り込んでください。乾いたクロスで吹き上げてください。でもこのリキッドの方はお手軽に強撥水効果を得て滑らかな手触りって書いてるから、こっちの方が撥水いいんかなと思ったけど、別にそんなこともないって感じですね。まあまあ簡単施工の場合で、簡単施工、うん、簡単施工、そうの場合でやったらスリックタッチの方がいいかなっていう感じはするね。じゃあせっかくなんでリキッドの方は上級施工をして、タッチと同じぐらいになるのかっていうのをね、うん、見ていきますけども、これね説明がすごいなんか曖昧というか、まあピカピカレインの、ホームページですね、見て上級者施工っていうのがねこういう風に入っているんですけども、ツヤ重視の仕上げ、こうやって膜厚の場合はスリックリキッド塗り込み後ワックスのように約5分乾燥させてから吹き上げます。液の量を増やして濃く塗るのではなく、乾燥時間で残る膜厚を調整します。液の量を極端に増やすと白ムラの原因となりますっていう風に書いてるんですけど、さっき塗ってて分かったと思うんですけど、全然こうムラとかにもならないんで、シュッてして吹いて5分乾燥させて何が変わるのかっていう感じです。僕的にはワックスみたいに塗れっていう話やろ、言うたらワックスのように乾燥させて、そう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 、どういうことっていう、一旦薄くファーッと撫でるぐらい伸ばしたらいいんじゃない。拭きます。5分後、これをだからどうこう塗り込むように拭いたらいいか、こんなんで変わるんですか。あんまりさっきと塗ってる感じの手触り変わらんけどな。はい、じゃあ挟みます。これでちょっとツヤチェック入れましたけど、そこまで変わらなかったです。はい、割愛。発進みます。タッチの方はまあまあまあ、一回流して拭いてもまあまあまあこんな感じですね。はい、さっきと変わらないですね。うん、まあまあこれは十分いいと思います。うん、じゃあリキッド、うんうん、あ、良くなったな、ちょっと良くなったね。おお、良くなったというか、うん、さっきもうちょっとこうまとまって浸水みたいな流れ方してたけど、結構こう一本の線になってこういう感じで同じような流れ方になったね。一緒ぐらいになった気がする。そうやね、うん、まあだから塗り込む量が少なかったのか、上級施工の方が効果を発揮するのかってところですね。うん、多分塗り込み少なかったんちゃうかな俺。だから 2,3 プッシュって書いてるけど、結構もうベタっと塗るぐらいのつもりで、シュッシュッシュッサシュッシュッシュッサぐらいのつもりでやったらいいと思う。ちょっと多いぐらい、どうせ空拭きするんでちょっと多いぐらい塗ってもいいと思う、うん、もう似たような発数になったもんねこれ、うん、いい弾きです。そうやね、まあ数のボディにしてもこんだけ弾くし、ツヤも出るし、まあ、耐久性短いのはやっぱりトップコートっていうことなので、まあまあでも3ヶ月やったらな、年に4回やるだけやし、きっちり計算したわ。なのでまあタッチをこうね取って塗り込むのが大変やった人は、リキッドでこうシュッシュで簡単にできるものが今回発売されたっていうふうに思っといてもらえばいいかなと思います。そうやね、はい、本当に多分ね中身のこう構成とかは固形を液体にしただけっていう風に捉えていいと思います、うん、うん。めっちゃ違うっていう感じはなかったね。なかったですね。ただコスパがちょっと良くなった、
2900、僕が持ってたのも 40mm で2980円、うん、で、車普通車4台なんですけども、こっちは、同じ2980円で 200ml 入ってて普通車約6台に施工ができるっていう風になっていますので、うん、はい、いいんじゃない、若干コスパが良くなったかなっていう感じです、うん、撥水感ツヤ感は、うん、まあ、めちゃくちゃ変わってはないですね、まあ、ほとんど同じでコスパがいいっていう商品かな、そうだね、かつ、リキッドの方が防音性がちょっと上がっているっていう、その転落角のあれで防音性が上がっているっていうことらしいんですけど、うん、転落角は多分ね、こうやってこう徐々に角度上げてって水が流れ出す角度がなんかこっちの方がいいみたいな感じらしいんですけど、ちょっとそこは僕もあんま詳しくないんで、はい、ただこのこうやって流れることによって、汚れを一緒に落としてくれるっていうことなので、うん、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。いっす、じゃあまた何か気になることとか、気になる商品あればぜひコメント欄でお待ちしております。そう、はい、以上です。そう。